チャンネルちょさあ、今日はですね、まあ今日はっていうか今日のお題はプロ野球ニュースということで、えー、巷のプロ野球の中で起こったニュース、その一つをですね、えー、世の中の人が仮にざわついてたら、それを佐々木が解説しようっていう、えー、ニュー企画です。勝手に始めました。 ま、あの、12月はですね、ええ、いろいろ、ええ、忙しくなりますからね、今から、いろんな、ええ、動画を、袴かさんと、ええ、急ピッチで、ええ、作成、ええ、しておりますけども、その中で、こういうふうにね、自宅から撮れる、ね、ええ、プロ野球ニュース、ザーツクニュースに、里崎が、一言、みたいなね、ええ、ところで、やっていきましょう。これ、ニューコーナーです。ええ、今思いつきました。 ということでね、えー、今日まずね、え、第一弾としてはですね、背番号問題っていうね、えー、ちチョロッテマンズ、田村選手が背番号22から27への変更っていうね、えー、ところでですね、えー、いろんな、ネットで、暇だからエゴサしてたら、里崎ドドーってんの。ロッテ田村が背番号22から27へ変更で、 22が悪ということは、ね、素学がね、発表されてないから、ね、ということでね、まあ、あの、皆さんに期待に、えー、添えれるのか、もしくは嫌やって言う人をも,もうこうなってしまった以上もね、仕方ないから我慢するのか、っていうね、えー、ところで、 まあ今回ね、発表する形にね、えー、なりましたけど、YouTube でね。まぁ、あ、背番号22がね、えぇ、ー、開くということで、この佐々木智也ね、2023年、えぇ、ー、チラバ、チバルってマリンズね、バッテリーコーチ、えー、背番号22番で就任、えー、すること、えー、はございませんはい。ございません。はい。ね。ございませんから。<laughs> えー、YouTube 界の背番号22、背負ってますから。 みたいなね、えー、感じで <laughs>。佐々木がに組に入ることはありません <laughs>。で、めっちゃざわついてた。あの、ネットの中でね。ま、あこのね、田村の背番号22から27への変更についてっていうところでね、まあ、田村もインスタでね、えー、発表してましたけどもね、それによって連絡ももらいました。その中でね、えー、田村がね、えー サッサン、背番号、22から20、えー、まあその時27って言ってなかったんだよね。あの、22から、えー、変更しようと思ってますと。で、球団にも、えー、了解を、えー、得ましたと。で、あのー、空いてる番号だったら何番でもいいよって言われました、みたいなね、えー。感じで。で、だから、あの、サッサンに、えー、一言連絡しようと思ってまして、みたいなね。えー、ところで。 そうなん別に連絡してこなくてもよかったのにって言ってね。あの、別に俺の背番号でも、えな、ー、んでもないしね。今は田村が背負ってるわけだし。えー、そもそもそんな俺に許可がいるとか許可がいらないとかそういう問題じゃないからね、えー。別に連絡しなくても、別に俺は何とももないし、連絡してこなくてもよかったのにって,ってね、うん。いやいや、えー、そんなわけにいかないんで、みたいなね。えー、で、ところで、雑に見えてね、えー。そういうところはしっかり礼儀正しくしてます、田村っていう男もね。で、その中でね、まあ、FA とかのね、 問題もあったから、えー、その流れでね、これ話になったんだけども、まあいろいろね、連絡してもらって話したけども、ね、こ、これからどうするのかっていうところはね、えー、まあ、それはこんなところで発表することじゃないんでね、まあ、田村が残留を表明したっていうところでね、まあ、田村はこっからね、松川とか佐藤ね、えー、柿沼、他のキャッチャーにね、負けないようにね、関東が変わって、多分使われ方とかね、えー、そういったところは大きく変わるだろうからね、その中でどこまで頑張れるかっていうところはまあ本人が頑張るしかないんだけどね。 まあその中でね、まあ、その、あのー、田村がね、えー、変更するっていうところでね、背番号ね、もう重すぎますって言ってね、言われて、あのー、まあ、この5年間ね、えー、背番号22で頑張ったけども、えー、ここ最近はね、成績が上がることもなく、えー、そのロッテのね、 これはま、田村が、まあ、こうやって言ってくれてありがたいんだけどね。えーロッドの、ロッテの22は特別な番号ですと。そのね、えー、背番号に、えー、傷がつく不快ない、えー、成績になってしまってますと。これ以上背負い続けるのも、もう自分として情けないし、えー、重いんですと。で、しかも傷もつけたくないし、えー、自分が似合わない選手になっていってますと。だからもうここは、もう思い切って背番号を変えて、 また、一から頑張っていきたいっていう思いもあるんでっていうね。ところでね、えー、ね、話になってね。まあ、田村のおもりになっても仕方ないしね、えー。そうやってまあ思ってくれるのもありがたいしね。まあそうやって思うんだったらね。えー、まあ背番号を変えてね、えー。別に背番号なんてね、えー。ただのマンゴーなんだからって俺は言ったんだけどね。まあそれを変えてね、本人がね、何かしらのね、天気になればね、それがまあ一番いいしね。あの、それにずっとこだわる必要もないし、 逆に変えたからってね、何かがダメになるわけでもないし、しかもね、調子がいい時に変えるとね、何か変わりそうで嫌だけどね、まあ今落ちてきてる状況でね、変えて何かしら変わればね、オギドもね、 背番号4から6、0になってね、いい形にも、えー、なったしね。だからそういったところで、田村の中でなんかね、気持ち的にも大きく変わってね。まあ、ちょっとね、起用法的にはね、えー、今年、去年、まいろいろ、あっただろうしね、えー、語れないようなこともあっただろうけどね、えー、まあ、監督が変わったっていうところでね、えー、全ては全部変わるだろうし、まあ、そこら辺はね、まあ,あの、本人にとっても、前向きな、えー、方向性になったんじゃないのかなっていうところはあるしね、そういった意味ではね、 あの、どの背番号を背負ってもね、まあ必死で頑張って、えー、行けばいいしね。まあわざわざ連絡してくれたことはね、ありがたいし。まあここからね、あのー、あることないことね、えー、奥が飛んでも、えー、田村のためにもなんないしね、いい方向に進んでほしいからね、ここはね、まあ。 えー、こういう風に、えー、説明した方がね、マイナスイメージとかね、マイナスな、えー、思いだったりとかっていうのがね、まあ、あの、無駄に広がらなくてもいいなと思うしね、えー、田村にとってもね、えー、ネガティブワードになってもね、あれだと思うんで、こっからね、しっかり、新規ってね、えー、ぜひ、頑張ってほしいけどね。でもよ、ここで一言言っとくよ。打つか勝つかだぜ、ね。あの、もう、まだ年寄りじゃないけどね、 がむしゃらに走ってがむしゃらに練習することだね。まあ松川もね、契約交換の時にね。 え、来年の目標を打つって形でね。あとは勝ちに行きますみたいなね。分かってきたねみたいなね。まあ、こんだけ俺が言ってたらまあ嫌でもどっかから聞こえてくるだろうけどね。やっぱキャッチャーの評価はね、打つか勝つかっていうところがね、一番評価される簡単な方法だしね。守備面っていうのはピッチャーの力量だったりチームのね、強さだったりにね、あの、が加味されないとね、守備っていうところが評価されないんで、自分一人でね、評価されるためには。 打つっていうところとね、まあ、結果チーム全体で勝つっていうところができればね、えー、黙ってても、えー、全員が評価してくれることになるんでね。まあ、松川も頑張ってほしいけどもね、えー、田村もね、それに負けないでね。で、佐藤としあぶいるしね。いやー、また来年のね、この、監督が変わって、フラットな目線のね、勝負になってくると思うんで、これがね、誰が勝ち抜くのか、田村はね、FA しないで残留したことが、きちと出るのか、もしくは、FA した方が、良かったって、 俺に一年後思われるのかどうなのかまぁ分かりませんけどもね。え、まあ切磋琢磨してね、頑張ってもらいたいし、背番号も変えてね、新規行って頑張ってくれればいいし、まあ今度ね、誰が20につけるんだろうねっていうところはあるけどね。もう俺は思う。多分外国人選手がつける <laughs>。のような気がします。見てて。新外国人来たら背番号20につけるから。多分、俺の予想は。そんな気がする。あの、いろんな人の考えを読み解くと。っていうところで、今日は、 この話題に触れてみました。皆さん、どうでしたかまた、お待ちください。